はい、じゃあスミスやろうぜ。はい、よろしくお願いします。今日はこれ店長になりますよ、うん、はい、意味がわかんねえ。どういうこと、どういうこと。うん、店長の愛用してるカードを使った。あ、本当に爆丸くんだな。はい、爆丸くんです。よーし、爆丸くん大好き。嫌なんだ、でも敵に回すと嫌かもしんないな。スミスさん最近動画撮ってるんですか。撮ってないです。2、3、4、5。それは認めます。せっかくな、 100% で視聴回数撮れたのにすぐやんなくなっちゃうんだもんな。最初はグー、じゃんけんほい、勝った。スミスさんには僕まだ勝ってないんで、ぜひ今日勝ちたいと思います。じゃあこれを置いてターンエンド。よし、終了で。ん？ドロー。じゃあ、どうしようかな。これを置いてターンエンド。ドロー。終了で。うん。じゃあドロー。じゃあこれを置いて3コストでヘルミッション。ターンエンド。ドロー。やばい、何もできない。終了で。よし。じゃあ置きます。ドロー。何もできない。じゃあこれを置いて4コスト骨鞭。いきます。3枚めくる。1、2。3枚。じゃあね、うん、ブラッドレインをもらいます。はい。そしてヘルミッションで1枚ブレイク。どこにしますか？上。あ、はい。はい。ターンエンド。ドローします。まずいな。まずいですよ。まずいですよ、先生。ようこそ。はい。骨鞭。お骨鞭知ってる。うん。3枚持ち。うん。クリーチャー板回収します。うん。モードス回収します。あ、モードスだ。なんかみんな知ってる人ばっかだね、その、そっち。親近感湧くね。じゃあドロー。もうこれも、じゃあね、これを置いたよ。これを置いて、はい、2コストでブラッドレイン、はい、そして3コストで、ヘルミッション置きます、はい、で打てる人はこの人だけです、はい、打つとでもブロックします。ブロックするんでね。ターンエンド。ブロックされちゃうんだな。難しいね。難しいの。うん、ダメなの。飛べなの。飛べ、うん、オーバーキルグレーベアド。うわ、やばい。で2コスト。はい、爆丸くん。はい、じゃあ骨鞭とバトルで。ああ、相打ちされちゃった、はい、はいはいはい。爆丸くん今回ワンドロー。そうだね。じゃあ終了で。はい、やばい、オーバーキルやだな。ドロー。じゃあね、どうしようかな。じゃあこれを置いて、これを置いて、これを置いて5コスト、はい、ドルブロ置いとく。ドルブロ、はい、はい、で、打ってもいいんだけど、またこれでやられちゃうからターンエンド。ダメだな、打った方がいいのかな。打った方がいいんじゃねえか、これたくさんいるから。まあ、チャージして、うん、ここかん、まあ、5コスト、うん、モードス、はい、効果、うん、爆丸くん出します、うんうんうん、ドルブロードバトルで。ああ、はい、打ちか、やばい。終了で。ドロー、来い。2人もいんの。じゃあいいや、はい、はい、4コスト北速座ゼロ置きます。はい、でヘルミッションで1枚ブレイク、はい、ポリスか、うん、はい、大母獣。よし、じゃあミッションでもう1枚ブレイク。ここですか。いいよ、はい、ターンエンド。まずいな。ブロックしないの。まだしません。そうなんだ。ドロー。手札は何枚ですか。ゼロゼロ。あ、はい、うん、じゃあ5コスト、うん、イビリヒート出します。はい、1枚墓地置いてクリーチャー置いて回収します、うん、はい、また爆丸くん。じゃあモードすか。いや違う、爆丸くん回収します。うん、で2コスト爆丸くん、うんうんうん、うん、で誰やんの。国速座ゼロ破壊します。ああ、そうなんだ。アンドロ、はい、して、じゃあモードスでテレビションにアタックするとき、うん、まず革命チェンジ宣言して、モードスの革命チェンジできんの。革命チェンジします。へえ、闇なんで、うん、でモードス効果で、うん、爆丸くん出します。出てきた、うん、でこれはブラッドレインとブラッドレインやられた、はい、そんで、まあ、こっち残って、うん、残るね。で革命チェンジでベロニカインが出ます。はい、でヘルミッションにするアタックして、こいつを今回3枚持ちを置いて、これだけです、うん、これがやられるの。でこいつやられた、でこいつの効果、じゃあ道連れは、はい、じゃあ今打てる人はイビルヒートがアタックできます。イビルヒートどっか行って、ごめんごめん、イビルヒートやってた。じゃあ終了で。はい、じゃあ置きます。じゃあドロ、これしかないの。
ブラッドレイン、はい。で、これでアタックするとブロックされる？はい、ブロックできます今。でもブロック減らそう。アタック1枚。じゃあブロックで。はい、やられた。破壊で。で、これをじゃあ道連れ。じゃあ破壊されたんでワンドローします。うん、そうだね。ターンエンド。じゃあアタップします。うん。ドロして。チャージして。うん。墓地確認します。うん。逆に落ちてねえな、カード。うん、あれが落ちてないんだよね。いや、そう、あれが落ちてない。そう。で、なんだか何もできない、今。何もできないの？うん。かかるな、知らない人、うん、そんで。じゃあ、ベロリンダイム破壊して、うん、2ドローします。はい。欲しくない。どんだけ引けないの？4コストしかないの？うん。3コスト。あ、そっちなのか。うん、サベージャーします。はい、はい。1枚持ちを置いて、イーツフィールドとクリーチャーどちらか1体回収します。はい。イーグルヒート回収します。おー、はい。そんで、終了で。終了、置きます。何もできない、やばい。ドロー。じゃあ、4枚。はい。コストで、骨火。はい、強い。1来た、2、3枚来た。そんで、デッドゾーンもらっとくね。はい。で、ターンエンド。じゃあドローします。はい。マジか。じゃあ3コスト。うん。ザビバレル自身で手札1枚捨てる。やだやだ、せっかくデッドゾーン捨てても意味ないんだよな。え、なんで？でもあれがないと来ないじゃん。まあいいや、うん、まあそうなんですけど。うん、で6コスト。うん。地獄門で過ぎやったら骨火破壊します。ああ、はい。で、うん、コスト3まで出るんで、うんうんうん、中丸くん出して出た。うわ、なんか根こそぎやられる。で、サベージでワンブレイクで、はい、やめろ、いいの来い、ないです。じゃあ終了で。はい、じゃあ置きます前に、はい、コスト払って出てきた人、うん、はいませんね。え、でもこれで出てきた。あ、出ましたね。出たよね、はい、これで出たの、はい、じゃこれ出していいよね。はい。ってことは今からドローするよ。はい、ドローで。よし、4コスト。はい。骨火。骨火、はい。で、1、2、うん、あれ落ちたね。なんか出とかいうカード落ちたよね。うん、そうだよね、出でしょ。出で落ちたけど1個しか出てないんだよな。まあいいや、じゃあ2コストこれでブラッドレインもらっとくね。はい。そうすれば 2コストこれ出せるから。はい。で、アタックするときにやっぱりデッドゾーンがやってくるよね。はい。デッドゾーンだけだよね、やってくるの。はい、デッドゾーンやってきた。どれ破壊します？マイナス9000しますか？ね。ブロッカー今2体います。3体です。あ、3体です。ああ、そうか、じゃあブロッカーいるのか。はい、じゃあアタックするときに。そうすると相打ちになっちゃうんじゃない？相打ちになりますね。なるね。まあ、いや、じゃあブロッカー一つ破壊する。はい。で、ブロこれをやろうとすると死ぬんだから、これやっつければいいんじゃない？あ、でもあれ、でもあれですか。でもそれブロックしますよ。一緒だね。まあ、結局はまあ。まあ、いや、じゃあ、アタックします。じゃあ、ブロックします。相打ちです。やられた。そんだけか。はい。じゃあ、ターンエンド。状況があります、これ。うん。ブラックアウトの良かったね。ブラックアウトの良かった？侵略できるんだ。デッドゾーンが落ちても、あ、持ってくるのをね、はい、あ、確かに。ちょっと山札確認します。そっか、今出す必要なかったのか。6枚で戦うか。何が山札？あと6枚する。よし、闇の遊びぐらい出します、うん、で、5コスト、うん、まず、なぜあいつ来てくんないの俺も。じゃあモードス出します、うん、お調子モードス。バクマル君。バクマル君。まあいいや。あ、そっか。じゃあ、ザビバレルはします。はい。手札ないよ。はい。大丈夫です。じゃあ、バクマル。あ、いや。なんで？サベージで守りくれ。サベージか。じゃあ、これはブロックすると、でも相打ちになっちゃうのか。はい。じゃあ、受けるね。1枚？ 1 枚。はい。はい。じゃあ、終了で。終了。はい。起きるね。はい。あ、でもこれもさ、またコストなんか出してる？はい、出します。バクマル君。出します。じゃあ、はい。張り返せます。よし、いきます、はい、始める前に、じゃあこれをひっくり返すよ。はい。で、これやっつける。はい。そして、ドローだ。ドローおかしいな。4コスト、はい、ベイダー。ベイダー、はい。うん、そんなのしか出ないな。そんな出るのか。そんで、はい、これがだー、打ってもしょうがないよな。はい。じゃあ、3エンド時にベイダー効果で1枚。よし、で1枚もらう。ターンエンド。トップ。マジか。
9だよ、1枚っすよね。1枚しかない。じゃあ3コスト捨てるの？捨てます。あー、デサンズか。そんでデサンズか。あれちょっと山札確認します。今止まりしょ、10、次で3枚でしょ。だったら、で、落ち早くしてくれるかな、スミスくん。スミスくん、スミスくん。死にそうなんですね。殺人死なないでくれるかな。死ぬ可能性が。死なないでほしいな。サンポスト。はい。オバキューブレブヤド。マジかよ、また張り切り。張り切り。張り切り合い。はい。2コスト。うん。闇のザビグライドをします。はい。アタックできるのがここか。うん。じゃあ、モードスでアタックするとき。うん、またバクマルくん。は出しません。出さない。これ出す気をせるっけ。出しても良いなんで。あ、出さないね。普通に1枚ブレイクで。はいよ。来い。デスゲート。やった、はい、デスゲート。アンタップしてるクリーチャー1体破壊。そいつより小さいのを出す。はい、アンタップしてるのこいつらでしかない。じゃあ一番大きいこれだ。はい。じゃあこれで出ます。うん。そしたら4以下を出せるの？うん、4以下何があるの？三ですね。あ、じゃあヘルミッション出せんじゃん。やった。出せますね。出した。じゃあ終了で。終了なの？はい。よし、じゃあこれでなんかあれを出してこないとダメだな。ドロー。ふっ。嘘、なんでどこに行ったの俺の。こっちかこっちなんだよ。じゃあね、うん、2、4、6でしょ。何枚だ。2枚、4枚入れてる。ダメだね。じゃあこれ置いて、置いちゃう置いちゃう、はい、ターンエンド時にベイター効果、はい、めくってクリーチャーなんで1ドロー。ゾンめっちゃ落ちてんだけど。ターンエンドドロー、チャージします。うん、これ友達かちょっとかけます。うん、5コストイビリヒート。はい、1枚墓地置けます。うん、おぉ。うん、フルリンガイム回収します。うん、で、6コスト。うん、エターナルサイン打ちます。うん、と、火のコスト7。うん、と、闇のコスト7を1体、うん、どちらか1体をバトルゾーンに出します。はい、これめずホワイトドラゴン出します。はい、で、こいつスピードアタッカーです。はい、撃てる人は何人？ここと、ここと、この3体ですよ。はい、4体ですよ。4体だね。はいはいはい。ボルメテスホワイトドラゴンの方が行けばいいんじゃない？効果ない。シールドブレイクするとき、うん、焼くのか。焼きます。はい、それはブロックできる？ブロックできます。できるの？はい、かけるか。やべえな。じゃあイビヒートでワンブレイクで。これはあのあれだよね。何枚？一枚です。一枚？じゃあヘルミッションでの受ける。ですよね。それでボルメテウスをやっつける。ですよね。うん。ああ。そんで？じゃあワンブレイク通常で。通常ワンブレイク。効果使いません。効果使わない。ワンブレイク。ワンブレイク、じゃあこれは受ける。はい、いいよ。終了で。終了でいいの？終了で。もうアタックできないんで。あ、そう。はい。どうぞ。あと何枚？シールド。こっち2枚です。2枚だね、そういう手札だもんね。はい、じゃあで、ブロッカー今4体でスレイヤーズリングです。はい、ドロー。じゃあはい、ボルグ打って先にボルグ打ったら勝ち。先にボルグを打ったら勝ち。いや、どちらも入ってないんで今。あ、そう、まあいいや。2、4、6、7、はい、じゃあ、2、4、6コストでデスゲート。デスゲート、はい、立ってる人でやっつけるだけ。はい、アタップしてるクリーチャーだけです。あ、じゃあダメじゃん。ちょっとなんでもないです。あ、ちょっと聞いてなかったっす。ごめんごめんごめん。じゃあ 4ごめんね。はい、3コストでヘルミッション、はい、4コストでベイダー、はいね、はい、そんで撃てるのはこの人だけ、2人だけ。今アタックできるのこいつだけです。あ、撃てただけか、はい、じゃあターンエンド時にまだあるな。ベイダー効果1使う。よし、ブラック最後でこれ1個もらうね。いいよね、うん、ベイダー効果ね、はい、もう一、まあ、まだベイダー効果。じゃあこっちは使わないで、はいはい、ターンエンド1個だけにしとく。だったこの、うわー、ちょっと待って、俺の方が早く死ぬ可能性あるじゃん。1、2、3、4人でも守れる人いる。夜ドロー、うん、じゃあウエスタンバレルで自身で手札1枚するよ、うん、自分で選ぶ、はい、はい、こっち。そんでじゃあ普通にワンブレイクで、普通にワンブレイク、うん、じゃあヘルミッションで受ける。あ、負けたかも。ね、はい、ヘルミッションで受けて、はい、今から撃てる人は？これ2体です。じゃあこいつ。はい。終了で。終了なの？はい。よし。あと何枚なの？君。いや、あと2枚っすね、俺。
あ、そう。次一旦耐えればいい。あと一旦耐えればいい。ドローするよ。あと一旦耐えればいい。ドローして、はい。え、負けちゃう。6コストね。はい。6コストで、はい、こうだ。どっかに置ける。じゃあこれに置けようか。はい、あ、5コストでいいのか。5コストでいいかな。オッケー。うん、で、はい、その登場時効果で、はい、どれ破壊しますか。ブロッカーの人。あ、ブロッカーの人、はい。1、2、3枚。やべ、めっちゃいた。で、うん、あとブロッカー誰がいいの？なんかこの4体ですね、ちなみに。じゃあこれでアタックするときに、1人倒しつつ、お前倒して、うん、はい、あと3枚乗っける。3枚乗っける。うん、で2体か、あと2体か。あ、そうだ、うん、こいつの効果で自身で手札1枚捨ててください。あ、そうな、はい、手札捨てた。はい、で、あと2体はどうしますか。マイナス9000は。嘘、なんでもない。やり直していい？ごめん、気づいた俺。なんでもないです。ブロッカー倒さない。なんでもないです。これ乗っけて、はい、打てる人全部倒せばいいんだ。今から打てる人、今、はい、打つ人誰？あ、いいっすよ、いいっすよ。アタックできるの、ちなみにこの3体ですね、うん、1、2、3。あ、はい、あ、そうか、それ手札のまま1、2、3。まあ、じゃあついでにこれも倒そうか。 4体倒す。あ、はい、わかりました。違う、この4体倒す。この4体。そんでこれモードスにアタックする俺。あ、はい、わかりました。どうかな、それで。あ、いいっすよ。あ、でも相打ちか、それで。あ、まあブロックした相打ちになりますね、ちなみに。ブロックっていうか、この人これ倒すんだけどね。まあ、この人、はい、なんていう、そしたら。僕、この人だと、4人倒しつつ、この人にアタックしますって言った。これを侵略、あ、侵略4回してんのかよ。これをこうした方が侵略で、判定が革命チェンジできる。あ、そう、これをやれば、革命チェンジできます、うん、ちなみに。あ、でもしな。こいつの効果で、破壊されたら手札自身で捨てるんで、こいつ破壊しなければ革命チェンジ。釣り行って破壊できる。あ、そうなんだ。まあでもそれはいいや、分かった。まあ、まあ、これ4体、まあ、4体でいい。マイナス。それあんまり変えてると怒られる。それにアタックするよって言った。はい、分かりました。よし。で、うん、ちなみに、マグマル君今回破壊されたら、うん、ワンドローだよな。ワンドローします。そうだよな。はい。で、ターンエンド。で、ドローします。僕の負けです。やったやった。そうだよね、はい、俺、これ打っちゃいけないんだよね。はい。そうだよね。はい、バグマル君も倒すんだよ。よし。はい、頑張った。じゃあ、スミス、やっとだよ。113番目でいいかな。なんかご利用されたね。いや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 、考えたね。ありがとうございます、スミスさん、はい、お疲れ様です。